それではインボイス制度後半として影響緩和措置、それから不動産オーナーへの影響、そして最後に登録についてお話をさせていただきます。影響緩和措置、まあ、経過措置でございますが、まあ、前半でお話しさせていただいたようにインボイス制度いろいろ問題点があるという中で、まあ、免税事業者への影響が極めて大きいんだというお話はさせていただきました。したがって免税事業者であると独禁法の規定があるにしても切られる恐れというのがないと言えないということで、まあ、そのいきなり免税事業者がこの10月から仕事がなくなるような状況というのはこれは極めて有識問題だということで、この10月から3年間についてはこの免税事業者に支払ったものについても仕入れ税額控除を 80% は認めようということになっております。3年間ですね。でさらにその先の3年間これについてはこの免税事業者からの仕入れについて仕入れ税額控除を 50% はできるということにしよう。で、令和11年10月1日からはもうこれが控除不可になるということで、まあ、3年間というか6年間影響を少し緩和するためにこういった経過措置が入っております。さらに今回の税制改正で入る予定であるところがインボイスの発行事業者となる小規模事業者にかかる税額控除ということで、先ほどもお話ししたように免税事業者、結局いろいろ考えてるけど課税事業者になってインボイスを発行するしかないということを選択された事業者ということですが、この方については今年の10月から3年間に限ってではありますが売上にかかる消費税の2割を、まあ、申告し納付してくれればいいということで、まあ、本来であれば、まあ、4割5割6割というような場合にもこの売上消費税の2割を3年間については申告納税してくれればいいということで、規定が入る予定でございます。さらにこれは事前の届け出をして、これを選択するとか選択しないということは必要なくて申告の時に、まあ、原則に従って申告するかいやこの経過措置を使うかということを選択できるという意味では使い勝手がいい制度ではなかろうかというふうに考えております。まあ、従って原則の方が有利ならば原則を使えばいいということになるわけでございます。しかしもう一度申し上げるとこの2年前の課税売上高が1000万を下回るいわゆる今年今回本来であれば免税事業者であるこの方があえて課税事業者を選びそしてやった場合ということですのでそこをご注意いただきたいと思います。それから事務負担の軽減について、まあ先ほど申し上げたようにインボイス制度が導入になる、まあ課税事業者はもうやらざるを得ないということの中で、まあ事務が煩雑になってくる、インボイスを求められれば必ず発行しなきゃいけないし、しかもその写しをきちんと保存しなきゃいけない、まあ、いうことで、事務的にも煩雑になるということで、今回の税制改正で入る予定なのが、まあ、2年前の課税売上高が1億円以下の事業者に限るんですが、1万円未満の経費や仕入れ、まあ、1取引ごとにですね、これについてはインボイスを特に必要としない、帳簿にきちんと記帳さえしてくれればそれで問題ないというふうになったわけでございます。まあ、事務負担がその部分軽減できるということでございます。まあ、ただし今年の10月から6年間限っていう期限付きですので、まあ、6年経過すれば、まあ、この辺もきちんとやらなきゃいけないということですので、お気をつけください。さて次に不動産オーナーへの影響について、簡単にお話しさせていただきます。まあ、ご承知の方も多いかもしれません、消費税は何にでも必ずかかるというものではないんですね。不動産業のうち消費税が非課税の取引というのがこの2つ、土地の売買や賃貸、それからもう一つが居住用の賃貸、まあ、これらについては消費税は非課税ということになっておりますので不動産オーナーとしては消費税はもらっていないということになろうと思います。したがって、まあ、課税取引しかやってないということであればインボイスの発行を求められることはないわけですので、先ほど来のお話が特に、影響はないということになろうと思います。まあ、居住用賃貸のみを行っている方も多いと思います。まあ、このような方は特に心配はいらないだろうというふうに考えます。ただし、まあ、以下の取引については課税取引だとされております。駐車場を貸しているという青色駐車場、まあ、そのまま貸している場合はこれは非課税なんですが、
アスファルトを引き、区画を取り、フェンスをして、まあ、こういうような場合にはもう課税取引になってしまいますので、ご注意ください。またテナントに物件を貸しているという方は、これは居住用ではありませんので、課税取引ということになるわけでもない。したがって、今そういう取引があるんだと、で、消費税を申告している、まあ、こういう方は問題なくインボイス制度に登録されていけばいいと思うんですが、そこは1000万にはとてもいかないので、免税事業者でやってるんだよ。だけど一応それには請求の中で消費税をつけてもらってる。さて、そのような方がインボイス制度に登録するかどうかということが問題になってくるわけですね。まあ、これはもう結論はもうデリシア管理会社等にぜひご相談くださいということになってこようと思います。最近不動産オーナーからよくご質問を受けるこのインボイスのご質問として、今年の10月以降、まあ、免税事業者なんだけども、その消費税を請求しちゃいけないのか、請求すると罰則があるというような怖いことも聞いたんだということでご質問いただく方がいらっしゃいます。まあ、この方は家庭事業も持ってるけども免税事業者だという方ですね。で、消費税の申告をしてないという方ですね。で、まあ、私の回答としては、まあ、罰則があるというのはインボイスと類似する請求書を発行した場合、まあ、偽の登録番号、登録もしてないのに偽の登録番号を記載するとか、登録番号らしきものを、まあ、書いて出すとか、こういった場合は罰則対象と考えておりますが、免税事業者であって、インボイス制度に登録しない、だから請求書で、消費税を記載したらそれで、罰則があるというようなことはなかろうと思います。まあ、ただしこの場合には今ルール前半の部分でご説明申し上げた取引相手先から値引き交渉を求められる場合が出てくると思いますし、またインボイスを発行してくれないなら、まあ、インボイス発行してくれるところの物件を借りるよと言われてしまう可能性は出てくるということから言うと、競争力が弱くなるということはあるんではないかと思いますので、ぜひどうするかをご検討進めていただくべきだと思います。さて、最後に登録方法についてお話を申し上げます。まあ、登録が大変なんじゃないのという話を聞くんですが、実はもうこの適格請求書発行事業者の登録申請書、これを出すだけということになっております。まあ、今この個人の例で書かせていただいておりますが、まあ、法人もほぼ一緒です。で、免税事業者の場合はこの下の部分、事業者区分のところで免税にチェックを入れるというふうになっております。課税事業者であればこの課税事業者のところにチェックを入れる、今現在消費税か免税か課税かでこれを選んでいただくということでございます。そして免税事業者の場合は、この上の免税事業者の確認という欄に、まあ、これ個人の例で書いておりますが、個人番号を書き、生年月日を書き、事業内容、まあ、不動産賃貸業、まあ、こういうような形で書くと。法人の場合はこの右の事業年度や資本金を書くということでございます。さらにこの登録要件の確認ということで、まあ、課税事業者です、はい、いえということですが、これはあの免税事業者の場合も今回課税事業者になるということを前提であれば、これははいにチェックを入れるということになっておるようでございます。あとは納税管理人がいるかというようなことで、一般的にはいないと考えられますので、いないというところではい。それから最後に、まあ、消費税法に罰金を課されたことがあるかと、まあ、一般的にないということで、こちらにはい、まあ、これを記載して、もう提出するだけというふうになっております。インボイス制度の導入が今年の10月1日からですから、この10月1日から登録事業者になるためには今年の3月末までに登録申請する必要があります。まあ、それ以後も場合によっては認められるとなっておりますが、まあ、ぜひとも登録を考えられているならば3月までに登録申請を出されるべきだろうというふうに考えます。で、これ e-tax でもできますので、e-tax だと非常に便利ということでございます。またこの申請してから番号が来るまでに少し時間がかかるようですが、この e-tax であれば比較的短期間に
くれますので、時間がもうあまりないという方はぜひ e-tax でやっていただければというふうに考えます。簡単ではありますが、インボイス制度後半として、お話をさせていただきました。ありがとうございました。